織田家臣団とは、文字通り織田信長を支えた家臣団のことです。一戦国大名から天下統一目前までに至った織田信長には、個性豊かな家臣団が揃っていました。麒麟が来るの主人公、明智光秀や羽柴秀吉、後の豊臣秀吉など、おなじみの武将から、信長の若い頃から仕えていた柴田勝家や、その家臣でもあった前田利家などがおりました。今回は、その家臣団の面々を探っていきたいと思います。信長の家臣団は、大まかに2つに分類されます。代々織田家に仕えてきた譜代の家臣団と、信長によって取り立てられた新規の家臣団です。能力重視の信長は、身分が低くても有能なら取り立てていました。その代表格が羽柴秀吉や明智光秀です。また、働かなければ追放するということもしていました。身分に関係なく、能力のある人が力を発揮することを求める、今でこそ当たり前な考え方ですが、信長のこの合理的な考え方は、世襲を重んじる当時はとても斬新なものでした。羽柴秀吉。織田家家臣団でまず名前が挙がるのが羽柴秀吉でしょう。低い身分の出身でありながら、順調に出世を重ねていきます。その理由は、秀吉の調略力でした。それまでの武将の評価の対象は武功が全てでしたが、秀吉には取り立てた武勇があるというわけではありません。その代わりに、三木城や鳥取城の攻略や角又一夜城の建築など、調略による貢献で出世していくという当時としては新しいタイプの武将でした。信長は秀吉のそんな才能を見抜いていたのです。信長の後継者を決める清須会議でイニシアチブを取れたのは、その調略力あってこそと言えるでしょう。そして柴田勝家を倒し、着々と天下人への階段を上っていくのです。明智光秀。先日、本能寺の変直後に室町幕府再興を目指していたことを示す密書の原本が発見された明智光秀も、かつては浪人という身分から丹波、比内方面の司令官にまで任命されています。越前の朝倉義景に仕えていた時、竜宮中だった足利義昭を信長に引き合わせたのがきっかけで、家臣の列に加わったとされます。以降は織田家の重臣として大いに活躍しますが、天正10年、1582年、突如として本能寺の変を起こし、織田信長、信忠親子を殺害してしまいます。信長恩師の知らせを受けた秀吉は、中国地方から驚異的なスピードで京へ兵を進め、山崎の戦いで光秀と秀吉は衝突。光秀は敗退し、落ち延びる最中、百姓に襲われて死亡します。柴田勝家。織田信秀に仕え、その後の織田家の家督争いでは、信長の弟、織田信勝につき、信長と敵対するが、信長が家督を継いでからは、信長に従います。姉川の戦い、比叡山の焼き討ち、長篠の戦いなどで活躍し、天正4年、1576年には、北陸方面、軍司令官に任命されます。加賀の一向一揆や上杉謙信とも戦いますが、本能寺の変で信長が応死したことにより、事態は一変。織田家の跡目を決める清須会議では、山崎の戦いで明智光秀を討った羽柴秀吉の発言力により、織田家の後継者は信長の孫、三法師となります。その後は秀吉と対立しますが、賤ヶ岳の戦いで敗れ、北の庄城にて、妻のお市の方と共に自害しました。滝川一益。主に徳川家康との同盟交渉、伊勢攻略、越前、長島一向一揆鎮圧などで活躍します。天正10年、1582年には武田討伐軍の主力戦力として活躍。武田氏滅亡後は、
神津一国と信濃の一部を与えられ、関東方面軍として北条氏、佐竹氏、伊達氏などの取り次ぎ役を担いました。本能寺の変を知った北条氏が神津に侵攻してきたせいで、数正はその対応に追われ、織田家の跡目を決める清須会議に参加ができず、その地位が急落していきました。その後、羽柴秀吉と柴田勝家の間に起きた賤ヶ岳の戦いで、勝家は従いますが、勝家と織田信長は自害、数正も降伏し、所領は安堵されますが、隠居します。晩年以降は秀吉の下で働き、1586年に62歳で死去します。丹羽長秀。天文19年、1550年頃から織田信長に仕え、桶狭間の戦いにも従軍します。その後、美濃攻めなどで台頭し始め、六角征伐でも武功を挙げています。天正元年、1573年頃には若狭一国を与えられ、その後も長篠の戦いなどで武功を重ね、さらには安土城の総奉行までも務めており、柴田勝家と並び、織田家の双璧と呼ばれるまでになりました。本能寺の変の際には、織田信孝と共に光秀を討つには最も有利な場所にいましたが、軍の混乱もあり、結局は山崎の戦いで羽柴秀吉に従軍する形になりました。清須会議では最終的には秀吉の須参謀使を支持する立場となり、その後の秀吉と勝家の賤ヶ岳の戦いでも秀吉側に従い、123万石の大名となりました。しかし、天正13年、1585年に寄生虫病を患い死去してしまいます。佐久間信盛。織田信秀に仕え、織田家の家臣となります。信長の家督争いでも信長側につき、活躍したため、織田家家臣団の筆頭格として扱われました。桶狭間の戦い以降も各地を転戦し、主だった合戦に参加していますが、三方ヶ原の戦いの退却や、朝倉義景軍への追撃の怠り、さらには石山本願寺との消極的な戦い方から、天正8年、1580年には高野山へ追放となり、天正10年、1582年に55歳で死去します。前田利家。14歳の頃には織田信長に小将として仕えています。槍の又座の異名を持ち、柴田勝家の与力として北陸方面の各地の戦に参加しました。本能寺の変で信長が応手すると、はじめは柴田勝家につくが、後に羽柴秀吉に従い、以降は豊臣政権の中心人物として活躍します。加賀百万石の礎を築いた人物でもあります。豊臣政権の五大老として、秀吉死後の武断派と文治派の仲裁、豊臣秀頼の後見人などを務めていましたが、秀吉の死の8ヶ月後に死去してしまいます。利家の死により、次の天下人を狙う家康を牽制する者がいなくなり、関ヶ原の戦いが勃発してしまうことになります。いかがでしたでしょうか。信長はこうした個性的な面々に支えられて天下統一事業を進めていきました。信長自身もカリスマ性のある武将でしたが、家臣団も負けじと才能のあるものが多かったようです。もし信長が天下統一を果たしていたら、織田家家臣団はどのような働きをしていたのでしょうか。歴史に威風はないけれど、それでも考えてしまうという方は、高評価、チャンネル登録にクリックをお願いいたします。